庶民とは、公領内の住民である公民に対して、商園内の住民を指す。一般的には百姓な主や在家住人を指すが、後世には、庶民から排除されていた、一式殿や三殿の作人や所住、下人なども含まれる例も現れる。初期商園においては、商園領主直属の土肥や多郷から流入してきた、不老例外として庶民は存在しなかった。 当時の工作者は、荘園内の工業に住む公民家荘園内に住居、持っていても戸籍に登録されている本願は工業で、あるのが普通であった。彼らは、よりうどとして、工作に当たっており、荘園そのものとのつながりは希薄であった。このため、領主は、不老に、種子や、生活物資を与えて定住化させて安定した、工作者を確保しようとした。 荘園制の発達と、高知公民制の解体の過程で、荘園領主は、事故の政治力を背景として、国役や臨時雑役などを免除させることで、宿力作者を、事故の荘園内に移住させて、荘園内に取り込もうとした。荘園公領制が成立する12世紀には、工作者が高、公領、荘園のいずれを耕していようとも、公領居住者は、公民。 小園居住者は小民であるとする原則、そして国士は公民には、良性の不疫はかけられるが小民には、それができないという原則が確立されていた。小民という故障が用いられるようになるのも、この時期のことである。当時の小園は名田を有する百姓な主や、在家住人とそれ以外の作人、小百姓、諸住、下人などの二階層に分かれていた。前者は、 小園住民のうちの上級層にあたり、年貢納入の義務をう代わりに、作人、小百姓らを動員して、小園内の円滑な工作を行い、さらに有力者には、召喚の職に分任されることもあった。本来、召民とは、こうした上級層の住民のみを指していた。召民には、年貢役時及び労役作業などが課された。一方、作人や小百姓は、 一式殿や三殿など、年貢の一部のみの納入で許されたが、一年ごとの、更新制が普通で百姓な主や在家住人よりも、土地その他に対する権利保障がなく、職が与えられることもなかった。所住、下人に至っては、小園領主や召官上級層の住民らに従属していた。さらに流動的な住民である避忍、小敷などはそれよりも位に位置しており、 被差別身分にあった。だが、荘園高領性が解体する14世紀に入ると、生産力の上昇や農民層の抵抗、さらに、荘園内部でも上級層の没落と下級層の上昇などが発生し、さらにその中で上位の者は、領主や地侍としての地位を獲得して、荘園領主の支配から脱却したり、荘園内外にて、 独自の経営値及び独自のおザク関係の形成を行うようになる。反対に、下位の者は地下白章に転落していくなど、所住、下人身分までを巻き込んだ、庶民身分の再編成が始まるようになった。やがて、所住、下人をも含めた庶民は、新たな農民集団を形成して、省エ領主や外部と対峙するようになり、僧と呼ばれる。 独自の自治組織を形成する。この段階になると、庶民という言葉は用いられなくなり、自然に消滅していくことになる。ありがとうございます。